皆さん、こんにちは。好きな男性のタイプを女性に聞くと、大抵の女性は優しい男性と答えますよね。モテる男性の特徴でも、女性を優先して話をよく聞くというようなことが挙げられます。そのため、女性の言うことを聞いてあげることが大事だと考えるのが当然です。しかし実はその逆で、自分の言うことを聞かない逆らう男性を好む女性もいるんです。そんな寝耳に水のようなこと、実際にあるのかと疑問に思う男性は、女性が追いかけたくなる逆らう男の仕草をこの機会に最後までチェックしてくださいね。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、堂々としている。堂々としている男性の姿は女性がときめくポイントです。自信がある男性というのは好き嫌いが分かれることもありますが、自信がない男性よりは惹かれやすいものです。一見ふてぶてしいような印象もありますが、堂々としているというのは自分をオープンにしていることにもつながるため、好感を持つ人も多くいます。こういったタイプの男性は自分の意思をはっきり伝える傾向があり、自分の意見を曲げずに主張します。たとえそれが自分の彼女であっても変わらず、女性に合わせることはせずに自分の意見をはっきり言うため、女性によっては苦手な人もいるのは確かです。しかし逆らう男性が好きな女性やリードされたい女性にとっては、そんな堂々とした男性の姿にドキドキするんです。女性だけでなく男性から見ても、誰に何を言われても構わないという雰囲気はかっこよく見えますし、正直さが感じられるので安心感がありますよね。ただしこれも行き過ぎると傍若無人になりかねないので、自分の意見も主張するけど相手の意見も尊重するということが重要です。オープンな態度で堂々としている男性は、女性のわがままを簡単に聞かない雰囲気があるので、女性にとってはその裏表がなさそうなところが魅力に感じます。 2. 真剣な顔になったとき。仕事などで真剣な顔になったとき、女性は男性の隙がない雰囲気を魅力的だと感じます。真剣な顔をして仕事などに取り組むときというのは、誰にも邪魔されたくないときですよね。少し拒絶されている感すらあります。しかし逆らう男性が好きな女性にとっては、その雰囲気がたまりません。もちろんそうでなくても、真剣な顔で仕事に取り組む男性は魅力的に映りますが、逆らう男性が好きな女性にはさらにときめく要因となるんです。いつでも彼女を優先するのではなく、正しい優先順位で動ける人だと感じるからです。いつどんな時でも彼女を優先しようとする男性は優しい行動ですが、何かを犠牲にしてまで女性を優先するのは違いますよね。真剣な顔で仕事に取り組む姿勢は、そんな男性の判断の正しさを表します。 3. 仕事を教えてくれている時。女性に仕事を真面目に教えてくれる姿も、逆らう男が好きな女性にとって魅力的に映ります。女性の中には優しく楽しく教えてほしいという人もいますが、厳しい姿勢できちんと仕事を教えてほしいという女性もいるんです。厳しく正しく教えるというのは、何より相手のためを思ってのことです。多少厳しくてもきちんと仕事を教えれば、女性が後で困らないという優しさからの行動となります。そんな男性はどんな時でも真剣に向き合ってくれる姿勢が感じられ、頼もしく見えます。女性に寄り添いながら教えてくれる男性も素敵ではありますが、女性に嫌われたくないという気持ちが優先している場合は、見せかけの優しさに感じられるため、誠実さがなくなってしまいます。一方、自分のために厳しく教えてくれる男性は、相手にどう思われるかではなく、相手が正しく仕事を覚えることを一番に考えています。方法は厳しくても、相手のことを考えた行動を取れる男性は誠実さが伝わるため、女性の心をつかむことが期待できるでしょう。 4. 豪快に食事をする姿。たくさん豪快に食事をする男性の姿は、女性にとって魅力的に映ることもあります。自分の欲求に素直な姿というのは、女性にとって癒されるようなところもありますが、相手に遠慮せずにいることも大きな魅力です。男性の中には女性に遠慮して小食のように振る舞う人いませんか？女性はたくさん美味しそうに食べてくれる男性を好む傾向があるので、小食を振る舞うのは逆効果となることもあります。豪快に食事をする男性に感じるのは、正直な姿を見せてくれていることです。周りを気にせず素直な行動をとるというのは、ある意味今の時代に逆らうような行動です。
そのため逆らう男性が好きな女性にとって豪快に食事をする男性というのは魅力的に感じるんです。ただし食べ方が汚いことは論外なので豪快にきれいに食べることが重要です。5、腕まくりをする。男性の腕まくりする仕草は多くの女性がドキドキする瞬間だと言っても過言ではないでしょう。仕事中男性が不意に腕まくりをするとやる気が感じられ自信あふれた姿に映ります。さらにその腕が筋肉質でたくましければなおさらです。視覚的な魅力はもちろんですが腕まくりする姿は自信家に見えるため頼れる印象を与えます。リードしてくれそうな感じに見え誰にも媚びないような印象となることが逆らう男性が好きな女性にとって腕まくりの魅力となるんです。たくましい腕というのは男性らしさの象徴ですよね。逆らう男性を好む女性は男らしい男性を求める傾向があります。そのため腕まくりの仕草は男らしさを何気なく披露するチャンスです。ただしある程度鍛えられている腕であることは必須条件となります。ムキムキである必要はありませんが程よく鍛えてある腕の方が効果的です。6、真面目に意見をする。モテる男性の条件に女性の話を聞くということがあります。よく女性の相談には意見をせずに聞いてあげる方がいいと聞いたことはありませんか。しかし一方で真面目に意見をしてくれる男性に惹かれる女性もいます。自分の意見をはっきり言ってくれる男性というのは逆らう男性が好きな女性にとって心が揺らぐこともあるんです。相手のために真面目に考えてしっかりと意見してくれることは嬉しいことですよね。時には自分が否定されることもあるかもしれませんが結果的に男性の意見が正しいと分かれば尊敬することができます。女性も男性に腹を立てることもあるでしょうが向き合って正直に話せるので誠実な関係を築くことができるんです。こういう男性を好きな女性は女性を不機嫌にさせたくないから彼女に合わせておこうとする男性に魅力を感じません。お互いに正直でいられる関係を望むためです。ただし上から目線で意見をするのは NG です。あくまでも対等さを保ちつつ自分はこう思うと意見すること、女性の主張にも耳を傾けることが大事なポイントです。7、運転する姿。男性が運転する姿にドキッとしてしまう女性は結構多くいます。これも腕まくり同様に男らしさを感じさせる仕草です。そして運転が上手であればなおさら魅力的に映ります。運転する男性は助手席にいる女性をリードする形となるので頼れる印象を与えることができます。女性は真剣な顔でバックする姿や余裕がある感じで運転する姿にドキドキするものです。ただし運転中にイライラするような態度や危険な運転をするような男性は NG です。男らしさを感じさせる運転というのは女性を守ることを含めたこととなります。逆らう男性を好きな女性が運転する男性にキュンとなるのは余裕を持って運転する姿です。何気なく運転しているように見せて実は女性の安全を考えた運転をしているところが魅力となります。俺に任せろというような運転は女性が安心して身を委ねられることにもつながります。8、何事にもぶれない。逆らう男が大好きな女性が追いかけたくなるのは何事にもぶれない男性です。ぶれないというのは頑固なイメージがありますがただの頑固ではなく自分なりの考えがあることになります。闇雲にあれはこうだこれはこうだと上から意見を押し付けるのではなく自分はこう思っているとはっきり言えるタイプです。優柔不断な男性はその時のシチュエーションによって意見を変えることがありますよね。相手に合わせて穏便に済ませたい、そんな風に考えることが悪いことではありませんが女性からすると本心が見えないと感じることもあります。何事にもぶれない男性はどんな時でも正直なのでコロコロ意見を変えることがありません。そんな筋が通った姿が逆らう男性が大好きな女性にとって魅力的に映ります。逆らう男性が大好きな女性が追いかけたくなる男性の仕草を紹介しました。どんなことでも言うことを聞いてくれる男性が好きな女性もいますがいつの時にも正直に向き合ってくれる男性の方が信頼することができます。逆らう男性が好きということは男性に自信があること、正直さやオープンであることがポイントです。女性の意見に合わせてばかりいるのではなく自分に自信を持ってアドバイスできるような男性になりましょう。今回の動画は以上になります。
この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。